ちょっと全然感覚がない。うまい。あ、ダメか。あ、いいね。あ、ごめんね。ちょっとなんか俺狙ってるとこが違うね。こう回っていく、軽く鳴らすぐらいでやる。こう後ろにずれていく。あ、そう、次は荻野が取りに来る。あ、でもあなたキーパー。 OK、 行くよ。いや、懐かしいでしょ。それやってたわ。勉強とかじゃないんだよね。サッカーをよく知ってるか知ってないかの頭の良さってあるじゃん、うん、それで言うと俺本当に頭悪かったと思う。今思うと俺がもっと上のレベルに行くにはすごい対極的な視野が必要だったなと思って、うん、本当にね、なんつうんだろう、悪く言えば自分のことしか考えてなかったんだよね、うん、自分のことっていうのは自分のプレーとかをいかに良くするかとか。でもなんか今さ、いろんな経験してさ、まあ、35にもなってさ、サッカーやってなくてもさ、なんかいろんなことをさ、客観的に俯瞰で見れるじゃん。その視野が高校時代にあったら、おそらくもう全然違ったと思うんだよね、怪我も含めて。痛み止めの注射はここに打って、試合出てたからね。今もやっぱりね、久しぶりに、やっぱ走ってみるとね、ここがもう骨変形しちゃってんの、うん、ここで踏ん張るとすごい痛いね。変わってないわと思って。投げた方がいいでしょ。いや、投げない投げない。キックで、え、蹴るの普通にセンタリング。いや、大丈夫、バイト。ちょっと待って、ちょっと蹴らせていただきます。シュート練習しよう。シュート練習出ちゃう。行きます。いやー。うまい。なんかお腹すいた。お腹すいた。疲れた。いやヒロ一番走ったからね、うん、言うて。いや、付き合ってくれてありがとうね。いや、全然楽しかったっす、うん、なんかさ、久しぶりだからいろいろ思い出すわ、うん、蹴りながら、うん、今後さ、うん、俺がこの Vlog を、運動系の Vlog をやるにあたってさ、うん、サッカーで膨らませようと思っていろいろ考えてたんだけど、うん、例えばだけど、1対1今日ちょっとやってみて、俺ひどかったんだけど、うん、個人的にはもうなんか全然動けてないなと思ったんだけど、うん、まあ、知り合いに幸いこう
すごく有名なサッカー選手もいるから、うん、なんかその人が OK してくれるかどうかは分からないけど、うん、いつかその人とこの Vlog で企画として、うん、まあ1対1で抜くっていう、うん、で1対1を抜くように抜けるようになるためにまあ誰かからその1対1を教わっていくっていうかさ、みんな試合するのも面白いと思うけど、試合した方の方もヒルとかあうめえってなると思うけどね、うん、ほんなんか試合とかやった方がいいかな、じゃあ試合やってる人の方がなんか分かりやすいよね、うん、映像とかも、うん、そっか、うん、じゃあちょっと試合とかもえじゃあその時また来て、全然全然もちろんもちろん呼んでください、お願いします、同じチーム、同じチームで、ね、じゃあそんな感じでちょっとサッカー十何年ぶりかにやったけど、うん、楽しかったわ、楽しかったです、うん、ありがとう、2人でよかった。